10ウィザーズ・オブ・ザ・コースト関係者限定カード3種それぞれ4万円以上の価値があり市場にそもそも出回らない超レアカードだ。9 GP クリスタルメモリー6万円以上超大規模大会でベスト64になった人に配られるカード。デッキに1枚あれば非常に強力な動きをするカードで汎用性が非常に高い。そのため市場に出回りつらいレアカードだ。8オニマルヘッドアニメ30分記念プロモ8万円以上最強すぎてデッキに1枚しか入らないカード。ちなみにこのカードをデッキに入れて遊んでる私ですがプロモになった途端に引ける確率が上がった気がします。7怪力リザードン9万円以上初期パックのエラーカードのリザードン。火炎ポケモンの表示が怪力になっており身長体重ともに剛力と一緒だ。状態によっては30万円超えることもあるぞ。6ブラックマジシャンガール世界大会プロモ10万円以上 WCS で配布されたホログラフィックのブラックマジシャンガール。人気の高いカードが限定でホログラフィックになったことで値段が高騰。初恋のあの子に触れられる限定のレアカード。これは10万円以上払う価値はあるぞ。5王国セット1999年の大会の予選招待状として配られたカード。原作を読んだ人なら誰しもが欲しいカードだ。3枚で10万円以上だ。4熱血青龍外銀河発行枚数50億枚記念プロモ12万円以上世界に300枚と言われているプロモカードで絵柄のかっこよさや強さも相まって高騰した。近年さらに値段が高くなっている1枚でもある。3青眼の白龍エラーカード15万円以上スターターボックスに封入されている初期ブルーアイズのエラーカード。枠ずれエラーといえどここまでずれているものはかなり珍しくましてやパックではなく構築済みデッキのものなのでかなり希少性が高い。1000万積まれたら売ります。それ以外は絶対に手放しません。幻のエラーカードの一つです。2千年原人20万円以上決闘者伝説第一次予選の突破カードだ。約1年前自分が購入した時が78,000円そして最近見た最高額が278,000円非常に値上がりしているカードの1枚でもある。やはり絵柄が美しいカラフルでビューティフォー。1アイガン白龍25万円以上 V ジャンプの抽選品1000人限定のプレゼントだ。さすがブルーアイズといった値段。買うときにめちゃくちゃ勇気がいりました。シクブル同じく裏面が枠ずれしているところも特徴です。緊急事態発生緊急事態発生と大事なものを紹介し忘れていた。今回の目玉はこいつだ。遊戯王 EX ミサイダンシート。会員制オークションで46万円で落札だ。遊戯王の2大切り札ブラックマジシャンとブルーアイズホワイトドラゴンが大量に印刷されている。1億円積まれても手放すかどうかと迷うほど遊戯王を知っている者なら誰しも一度は見てみたいレアカードだ。お願いだから私の家に火をつけないでくれ。以上今回は私シャマが所持しているレアカードトップ10を紹介しましたが皆さんは欲しいものはありましたでしょうか。そして、もし一度見てみたいというものはありましたでしょうか。もし機会があればどこかで展示も考えていますのでショップ関係者の皆様ぜひご連絡お待ちしております。ということでシャマでした。さよなら。